ブイシニー・ボロチョークの紋章ブイシニー・ボロチョークは、ロシアのトベリ州の都市。1471年の文献には登場している、古い町である。また、モスクワとサンクトペテルブルクを結ぶ、モスクワ・サンクトペテルブルク鉄道やロシア連邦道路、M10 が通る。人口は56,405人。ブイシニー・ボロチョークは、州とトベリの北西 119km にある。 バル大丘陵の南東側に位置し、ムスタ川を経て、入り目に声と流れる、ツナ川が流れる。近くには、ボルガ川の支流でトベリへ流れるトベルツァ川の源流があり、バルト海水系とボルガ川水系の接点となっている。V シニーボロチョークの町並み街の名前はロシア語で、上流部の連水陸路を意味する。バルト海方面からツナ川を遡ってきた船乗りは、 ここで船と荷物を陸に上げて歩いて運び、トベルツァ川で下ろしてボルガ川流域へと進んでいた。こうした交易路はバリアーグたちの時代にはスカンジナビアとビサンチン帝国とを結ぶ毛川などの貿易経路であった。モスクワからサンクトペテルブルクへ遷択したピョートル一世は新首都や西ヨーロッパとロシア内陸部とを結ぶため1703年からこの地で 運河建設を行い、繊維産業が集積するなど街の発展につながった。この運河は19世紀初頭までは、ロシアの二大都市を結ぶ主要な水運路となっていた。19世紀半ばには、モスクワ・サンクトペテルブルク鉄道が通り、V シニー・ボロジョークは、両都市の間の主要駅として繁栄した。ありがとうございます。